表広明伊勢神宮を巡る。こんなあの苔の生えた木あるでしょ。こういうところに触ったことがいいんです。生命、生命がいっぱい。テレビ見ながら振りたいって。先生の神楽見ながら。そうしたら自分の邪気を取ってくれるので、こういうところに触っておくといいですね。はい、みんな気に触るでしょ。あの古典の文書にも書いてますけど、古典の文書にも書いてますけど、あの自分に汚れとか。なんだかその、たたられてるとか、まあ、そんなことですね。そういうふうに感じたら何でもいいから気に触るって書いてます。できるだけ生命力があの存分にあるような気に触るといいというふうに言われてます。ここは勾玉池っていうんです。池あるでしょ、そこに勾玉池っていうんですね。この勾玉池の、ここの勾玉池の前にこの舞台がありますけど、ここで前の遷宮の時に我々神楽舞いました。ここでね、出雲の大仙宮と仙宮が一緒になった時にここで神楽をねやりました。豊池の狼はお米をはじめ衣食住の恵みをお与えくださる産業の守護神です。知ってますね。約1500年前の雄略天皇ですね。時代はここ雄略天皇の時にできたという。で、豊池の下宮は、こういうふうに天照総神のお食事を司るところでっていう、天照総神のことを頂点に書いてますけども、初めにこの下宮ができたんです。これはあのミケミキの要するに 食物をあのたわわにならすという、その約束ごとでここに、拠点を置いたのは阿波のインベです。で、阿波のインベ の一族がこのここの渡来という、伊勢は渡あの、外国船ね、船の渡らう国であるというふうに、文献に出てきますけど、 ここはあの海外交易の場所でもあったというね。で、その渡来氏は実はあの没落しています。天の一族がここで稲作のお御祭りをしたということが一番最初の伊勢です。豊川稲荷を祀っているんですけど、豊川の茜稲荷神社といいます。所在これ伊勢豊川町という、ここ豊川稲荷から来たということは、結構インドとかあの豊川稲荷っていうのはあのインドの方の、まあ、バリとかも含めてそっちから来たんです。バール神ですね。バール神ね、まあ、当然あの伏見稲荷も本来はもうバール神、あのエジプトとつながってるんですけども、主祭神が雨の村雲の御霊なんです。雨の村雲という村は実はどこにあるんですかというと、阿波に2つぐらいあるんです。雨の村雲村ってあるんです。そして雨の村雲というのは草薙の剣になる前のあのスタノの剣の名前が雨の村雲なんです。これは安徳天皇の時まで雨の村雲なんです。で、お稲荷さんとして祀ってますけど、雨の村雲はスタノの息子のこと言うんです。だからここ家全部こう見て回ったわけですけど、庶民将来貼ってますね。これ庶民将来の伝承は御頭天皇でスタノなんです。古典神では全部スタノが祀ってるんです。元をたどしていくと縄文時代スタノなんですね。それをアマテラスに塗り替えたというような形が、どうも縄文から弥生に至るまで、これはいっぺんにパスッと変わったんじゃなくて、ぐにゅっと変わっていた、混じっていて変わっていったというふうに思っていたけど、これは雨の村雲を祀っていることは事実です。行きますね、今から。これ出すん、衝撃の事実を今から見せます。